はい、皆さんこんにちは、ファンキー山岡です。今日はね、大きい磯に来てますよ。あのね、大きい磯といえばですよ、ほんまはね、銀ペの 80g でガンガン焼いたですよ。でもね、今日はね、これです。じゃーん、フレービングライダー 40g、 これね、ライトショアジギング。大きい磯で、そうですね、小型の回遊魚、例えば何おるかな。あ、ここやったらソーダカツオとか、あと、ハマチやね。で、今日はね、運が良かったシイラと思って、やってます。これ、僕これ箱から出したままの状態でノーマルですね。ついてるフックのままですね、ついてるフックのままで、楽しんでます。ロッドはね、シーバスロッドね、長めのシーバスロッドがいいですね。ちょっと磯も高いんで、シーバスロッドで楽しんでます。でね、 P ラインの、1.25 でリーダーがね、ナイロンの僕30ポンド25ポンドと30ポンドぐらいでやってますね。なので非常に楽しいです。でね、こいつ左右したいでしょね。だからオートマティックに食わせてやってくれますよ。ほんでもうジャカジャカ巻きもあり、ただ巻きもありです。ほんでもう好きなジャークを織り交ぜてやっていって、でね、バイトあるジャークをね、ずっと覚えていくゲーム感覚ですね。覚えて覚えてやっていく感じね。勝手に食わせてしてくれますから、硬い字払うとね、楽しむ感じでやればいいと思いますよ。この後もちょっとね、頑張ってやりたいと思います。今日ね、めちゃくちゃ暑いんですわ。頑張ります。ランダムジャーク、これでね、オートマチックにね、食わせは入ってるんですけど、止めてやるとね、非常に明確になるんでね、食わせが面白いですよ。やってみましょうか。止めますよ、こうやってね。はい、ロシャヒット、はい、ヒットですよ。メガバスのですね、フレージングライダーですね、 40g。 よし、ソーダガツオですね。ね、はい、ソーダガツオさんですね。これね、買った状態のままですね。箱から出した状態のフックと、セットしてますね。普通の、シーバスロットちょっと長めのやつですね。よいしょ。リールはですね、メガバスのスピング一番大きいやつです。すげえバイブレーション。キャストはですね、たらし投げですね。ロッドいたわってください。やっぱりね、40g 言うてもメタルジグですから、フルキャストシーバスロッドでガンガンやるとですね、やっぱ道具にとってはやっぱ若干よろしくないね。道具をいたわるようなキャストをしてくださいですね。で、決してフルキャストでバンバンっていうのは、ご法度ですね。あくまでも楽しむ感じですね。で、重要なこと、いきます。まず調べることですね。重要なのが、まず推進ですね。カウントダウンで調べるということですね。次、流れを調べますですね。これは潮ですね。潮の流れ、を調べるということですね。で、潮目が見えたりしますが、その潮目が、見える範囲、要するに見えない範囲がありますよ。水の中ですね、を今こうやってワンピッチで誘ってますけれども、これで、抵抗が変わりますよね。メタルジグが自分のコントロール下にあるときに流れを調べるということですね。次に調べること、またホールさせますよ。これ地形を調べてますね。扇状に投げていって地形を調べるんですね。水深が違います。そしたら凹凸があるの分かります。根があるの分かりますし、霜りがあったりするの分かります。あと根上がりするとこなんかも分かるわけですね。で、ここから、次にこうやってコンビネーションですね。ジャーク変えていきます。これ軽いジャーク、こんな感じ。今いいジャークしますよ。あとこうジャカジャカ巻きですね、などで遊んでください。で、あとこれリトリーブですね。
リトリーブなど面白いですね。ジグの特徴はですね、左右非対称ですね。肩肘を張らない、楽しい感じですね。こうですね、非対称なんでね、そんな感じです。勝手に、オートマティックに食わせやってくれます。ですから肩肘を張らずに楽しむ感じですね。今ちょっとね、海の状況としては、左から右へ潮がよく流れてます。刻々とね変化してる感じなんで、今日はなんかすごいチャンスありそうですよ。よう見とんな鳥。なにこれ、重いもんね。引いてる感じせんなこれ。はい、ガシラッティですね。美味しいですよね。根がかりする場所で、根がかりの原因の一つとしてはスラッグが出過ぎてるのと、ボトムを感知してるのは気づいてない。例えば、ここにこう落ちますよね、地面に。ほんで自分何も巻いてもいない、リールも巻いてもいい、竿も煽ってもいない。でもこのラインをね、流れが連れてきようんですね。流れがこう連れてきようん。あ、もう変わった。もうこれ根がかりですよね。だからカウントダウンはもう丁寧にとって、で何回も何回もそのカウントで通用しないですよ。流れも変わるし、要するに潮で深さも変わるしね。ほんまはもうボトム着底と同時にパーンって立ち上がるのが理想なんですね。そしたらどういうことが起こるかって言ったら、やっぱり魚っていうのは必ず落ちていくものを見てますから、でこうやって見てもですね、落ちていくのずっと続いていきます。だから朝一番は絶対にトップウォーター、ペンシル、ミノーで、サーフェスのところを攻めるんですよ。やる気のあるやつを取っていくんですね。そやのに朝一番からメタルジグ投げるとどういうことが起こるか言ったら、これみんな魚ついていくの、やる気のあるやつでもついていきようんですよ。ほんでこう来て、なおかつボトムに置きっぱですよ。カウントダウンできてへんから。だから魚、なんや鉛かって帰るよね。カウントきっちり取って、バーンと跳ね上がったら、逃げられる思って魚慌ててバーン行くんですね。だから、みんなよく言わはります。昭和人員の人は、三尺目ぐらいにドーン来た、ドーン来たって。さあ、もうその現象起こったんですね。だから、逆に、朝一は、絶対にやる気のある魚を、プラグですね。トップウォーター、ペンシル、ミノーで、朝一はやる気のある魚をキャッチする。ミノーやったら昭和ジギングちゃうやんかああいう人いますけども、それ含めて昭和ジギングっていうことで、ランダムジャークからオートマティックに食わせが入るから、よっしゃヒット、ボーダーガツオさんやな。おーおー、ソーダーガツオさんですね。楽しいですよ。おおお、よいしょ。ランダムジャンプですね。オートマティックにクラッシュしていきますよ。よっしゃヒット、よっしゃヒットね。ほら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 、よいしょ、ドーンときました。最後、さあどうぞ。おそう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 、見てください、ほら綺麗ですよ。ほらソーダガツオね、綺麗です。ほらね、おっしゃヒット、ヒットよ。